シャーロットモータースピードウェイはアメリカ合衆国のノースカロライナ州コンコードにあるオーバルトラック一周1周1.5マイル観客席数は16万5千席敷地内にはドラッグレース用14マイルコースやダートオーバルなども存在する1959年着工1960年竣工。1999年2月にローズが ネーミングライツを取得し、ローズモータースピードウェイと変更された。ローズとサーキットの間のネーミングライツ契約は2009年まで有効になっていたが、ローズでは同契約を延長しない方針を発表。このため2010年、救命である現在の名称に再度変更された。別名はザビースト・オブ・ザ・サウス・イースト。付近にナスカーの本部が存在し、90%の チームが8 0キロメートル圏内にファクトリーを構えていることから、ナスカー発祥の地であるデートナインターナショナルスピードウェイに続き、第二の聖地とも呼ばれる。なお、サーキット名称にはシャーロットの名前が完成られているが、サーキットの場所自体は前述するように北東高のコンコードである。ナスカーはモンスターエナジーナスカーカップシリーズ。 エクスフィニティシリーズが5月と9月の2度開催、ガンダーアウトドアーズトラックシリーズは5月の1回開催。5月開催はシリーズ最長のコカ・コーラ600であるだけでなく、それに加え、オールスターへの予選であるモンスターエナジーオープン、そしてモンスターエナジーナスカーオールスターレースとビッグイベントが開催されるため、聖地らしい盛り上がりを見せる。二千十八年から、 インフィールドセクションを使ったローバルコースを第29戦プレイオフのラウンドオブシックステーン最終戦が行われるようになった。1.5マイルの24度バンククアッドオーバルという形状、そして例によって設置されるホームストレッチとピットレームをまたぐカートレース用1、4マイルオーバルとアトランタやテキサスと兄弟トラックであると言える。 テキサスに比べると全体的にターンがアタイトなためバックストレッチが長くフロントストレッチが短いという点はあるがレコードタイムはほぼ同一なため走りやすさ自体はあまり変わらない模様以前はアウトラインが使いにくいと言われていたがマシンがカーオブトゥモローに切り替わった関係もあるのかアウトラインでもさほどフリーではなくなっている以前は フロントストレッチとバックストレッチが平行でなく、ターン1、2側が緩く、ターン3、4側がきついルとなっていたが、2005年の改修で平行になるようにされている。GMAX ドラッグウェイは、スピードウェイから 10km の位置にあるドラッグレースコースである。2008年8月に開業した新しいコースで、全面コンクリート舗装、4レーンレイアウトという国内唯一の特徴を持つ。 インディカーシリーズでは1997年から1999年まで使用していた。しかし1999年にクラッシュで吹き飛んだタイヤが観客席に飛び込み3人死亡8人重軽傷という事故が起こりレースキャンセルその後開催はなくなっている。ありがとうございます。